こんにちは、森です。今回はね、ブレーキの改造についてやっていきたいと思います。もともとはね、ロッド式のブレーキなんで、このワイヤーのストッパーっていうのがついてないんですよね。なんで、リアのブレーキパネルの改造からやっていきたいと思います。で、今回ね、リアブレーキを、左側左手の方にレバーをつけて、ブレーキにしていきたいと思ってるんですけども、なぜまあそうするかっていうとね、まあ、まず遠心でクラッチがね、左手についていないんで、まあ、そこに空きがあるっていうことと、バックステップキットを、作ってバックステップにしたんですけど、そうするとね、キックとかね、リアブレーキが全部絡んでくるんで、非常にめんどくさいことになるんですよね。で、まあキックをかわしながらリアブレーキをつけるっていうのもあるんですけども、まあ、なかなかその辺が難しいんで、難しいっていうか、まあ結構手間がかかるんで、今回はね、空きのある左手にブレーキを持っていく方がスマートかなと思って、改造してみたいと思います。今作っているスモールパーツはワイヤーのね、アウターケーブルが最後当たるところですね。ストッパーというか、そういう部分になります。で、突っ切りバイトで切るのもいいんですけども、このガチャノコで切るのもね、結構楽なんで、これで切ってます。ワイヤーのアウターケーブルの留め部分をつけるところに、まずはね、下穴開けて、今 6.8 で穴開けてます。で、次に 8mm でね、タップ立てます。次にね、先ほど作ったスモールパーツの方もダイスで切っていきたいと思います。で、これはね、丸いやつはね、加えるのが難しいんで、こういう旋盤のチャックなんかでね、加えると安定して、やりやすいです。はい、こんな風にね、ネジ切れました。で、先ほどブレーキパネルの方にもネジ切ったんで、入れてみます。まあ、こんな感じでね、普通に入っていきますね。はい、スモールパーツの方はね、こんな感じで出来上がりです。
ワイヤーの方にもちゃんと通るようになっています。で、ブレーキパネルにセットした状態で裏側から溶接で緩み止めします。ちなみにね、このブレーキワイヤーはスクーター用、ホンダかなんかのね、スクーター用のリアブレーキワイヤーを流用してます。で、このアジャスターがね、ついてるとちょっとつかなかったんで、もうアジャスターを外して、つけました。リアはね、フットペダルのところに戻りのバネがついてるんで、ワイヤーに変えるとね、こういう風にちょっと戻りが悪いんですよね。なんでなんかこうリターンスプリングをつけてやる必要があります。フロントとね比べるとリアはちょっとこうやってアームが短いんですよね。なのでちょっと延長してやることにしました。多分ねリアブレーキの効きちょっと悪いので、ね、でこれ今真ん中でブレーキバッツリ切ってます。で、リアブレーキを帯鉄で補強して多分ね1センチ5ミリぐらい、伸ばしてます。で、先ほどねリターンスプリングが必要なんで、まあ、適当にこの中から選ぼうかなと思って探してます。こんな感じでバッチリつきました。まあ、先ほど使おうとしてたね、あのリターンスプリングがいまいちうまくいかなかったんで、もう普通のね、押しバネに変えました。続いてね、キックペダルです。一番左がね、ノーマルです。で、ノーマルやとね、ちょっと、足に当たって邪魔なんで、トライアル用のキックを、合体させて使いたいと思います。ノーマルのね、スプラインの部分だけを、切ってね、で、その上に、トライアル用のキックを溶接していきます。で、3個あったので、1個ね、中にストップのバネとボールみたいなやつがあるんで、それを、取るために、用意しております。